トクちゃんとMやんの8番か10番か分からへんけども10番勝負よっ、yeah. ということでございまして、まあ、この企画はですね、このカメラマンのトクちゃんが還暦を迎え、おめでとうございます、ね、おめでとうございます、まあ、本当やったら、まあ、ちょっと赤いちゃんちゃんこでも来てさ、はい、ゆっくりともしも食うてようかみたいな感じやったんやけど、はい、いやそうじゃなくて、はい、こういうスタジオをお借りしてね、うん、アーティストさんをゲストにお迎えをして、はい、真面目に写真を撮ろうやないかということで始まったこの企画でございます、はい、カメラマン特集よろしく。まあこれがねずっとまあやっても今回4回目なんですけども、はい、はい、今回の4回目のゲストゴーリケかけるさん、よろしく。ありがとうございます。幸せな4回目、おー、ありがとうございます。うまいことありがとうございます。うまいことを言うわ、ほんま嬉しいです、ありがとうございます。まあ、いうことで、まあ、前半ちょっと撮り終えたわけでございますけれども、はい、まず、トクちゃんどうですか、今回4回目撮ってみて感想は。毎回毎回刺激があるし、うん、あの撮るまではやっぱり悩むんですね、はい、どう撮ろうかとか、うん、でお会いしたことないんで、うん、そのゆまやんからの情報と、まあ、SNS とか YouTube とか見て、あ、こんな人かなと、うん、もうそこしかないん で、まあ、ぶつけ本番という感じで、はい、すごくドキドキします、毎回。なるほど。さあ、そういうことで今日はね、はい、4回目のゲストということで、はい、前半いろんなポーズカシャカシャカシャやりましたみたいな感じで撮りましたけれども、はい、どうだ、撮られてるというこの感じはいかがなもんですか。結構初めて会う方に撮ってもらうのは緊張するんですけど、うんうん、結構あのギャラリーの方も言い張ったって、うん、今日ちょっとギャラリー多いんですよね。嬉しい、ありがとうございます。はいはい、いろいろこうもうちょっと笑って、笑いすぎとか、ちょっと済ましてみてとか、いろんなこう愛の手みたいなのいただいたんで、めちゃくちゃやりやすかったです。はい、ありがとうございます、楽しかったです。なるほど。そのありがとう、楽しかった、それをサインシンガーでございますので、はい、ぜひ手話をお願いします。わかりました。今日のこの撮影めちゃくちゃ楽しかったです、最高です、ありがとうございます。いやまあこんな感じで5回目、6回目ということで、まあ、続いていきますのでですね、はい、まあ、動画もちょっとこうアーカイブ残していきながらね、あのまあこういう機会でね、こういうアーティストも和歌山にいるんだよっていう、はい、まあ、大阪出身でございますけども、ね、はい、今も和歌山にいるね、和歌山でございます、はい、そして徳ちゃんがこういうカメラマンさんもいらっしゃるんだよね、写真を見て、アーカイブを見て、動画を見て、いや、ちょっと私も徳ちゃんに写真撮ってもらおうかしら、アーティスト写真撮ってもらおうかしらっていう方がおられましたら、はい、この機会にね、お声をかけていただければいいかと思いますので、これからも機会があったらね、このアーカイブ的に動画を残していきたいと思いますので、これからもゆもやんとくちゃんの8番10番勝負、カメラでスタジオで撮って、皆さん楽しくハッピーな素敵な写真に触れて、芸術最高だっていうこの企画で応援していただきたいというふうに思いますので、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。とくちゃん、どうもよろしくお願いします。ありがとうございました。あげましょう。あ、もう同じ表情した。同じ表情した。